脱線した列車の撤去作業を撮影。奥に見える4両目の車両が、かろうじて進行上の正しい位置にて止まっている。地図 IRT9 番外線脱線事故は1905年9月11日に IRT9 番外線で発生したニューヨーク市の高架鉄道において最悪の事故である。事故により13人が死亡、48人が重傷を負った。 IRT9 番街線は53丁目で IRT6 番街線と分岐しており、南行列車は分岐点の信号呼気係に対し分岐を曲がる6番街、線列車であるか分岐を直進する9番街、線列車であるかを判別させるために列車の前面に円盤状の看板を取り付けていた。1905年9月11日の朝ラッシュ時間帯、6番街、 線列車の続行であった9番街線列車に対し、信号気がかりが誤って6番街線への進路を設定した。6番街線方面へは制限速度9マイルパーアワーの急カーブとなっていたが、列車は制限速度を大幅に超過している30マイルパーアワーで進入した。進路の異常に気がついた運転士、ポール・ケリーは非常ブレーキを制動させた。しかし、 時すでに遅く先頭車両はかろうじて線路上に止まったが二両目は脱線し、片方が地面に、もう片方が高架橋に残る形となった。また、二両目はサードレールに車体が接触したため火災も発生した。車両の屋根は引きちぎられ多くの乗客は、下の通りへ転落、また何人かが三両目の車体から脱落した、モーターなどの下敷きとなった。 何人かの乗客は窓から脱出することができた。二両目より後方の車両も脱線したが、全車両通りに落下することはなく、高架橋上に止まっていた。この事故で発生した死者、重傷者はすべて二両目の乗客であり死者は13人、重傷者は48人であった。また、下の通りで勤務していた警察官も負傷している。9月23日、 高速輸送鉄道委員会の発表した報告書では事故の原因は運転士のケリー及び信号呼気係のコーネリアス・ジャクソンの双方にあったとされた。10月2日、検診売信員は運転士、信号呼気係の双方に事故の責任があるとした。ケリーは列車の正面には9番街線列車であることを示す標識を出していたと主張し、ジャクソンは 標識はなかったと主張した。車掌の JW ・ジョンソンは、当該列車が事故現場に侵入するまでに停車したすべての駅の駅員は列車を9番外線列車と認識しており、かつ、ジョンソン自身が標識を設置していたためケリーに責任はないと主張し、会社側も同じようにケリーに責任はないと主張した。しかし、検視売信員はケリーは、 信号機が6番外線への進路を示していたことから分岐点進入前から進路の違方向開通が分かっていたこと、列車の速度が速すぎることなどを理由に、ケリーにも責任があると主張した。しかしながら、事故の後に行方不明となったケリーは、最後の1秒でジャクソンが進路を変更し、ケリーの列車を移線に侵入させたと非難し、 他の路線へ運転士業務に戻ることを強制し会社に迷惑をかけた。しかし、結局ケリーは運転士業務に戻ることはできなかった。彼の説明によると、59丁目駅に停車中に、駅員から次の停車駅を42丁目駅に変更し50丁目駅を通過することとの通達を受けており、50丁目駅を通過することに気を取られていた。 結果信号機の現時に分岐点侵入直前まで気づくことができずブレーキをかけるのが遅れ事故が発生したとした。ケリーは事故から2年後の1907年6月にサンフランシスコで発見され逮捕された。1909年2月にケリーは別の受刑者と共に新進刑務所から脱獄したが受刑者が病気にかかった際に一人で逃亡を続ける。 ことを拒みその後二人とも逮捕された。ありがとうございます。